後半戦は合同チームのキックオフで試合再開となります。キックオフを務めますのは合同チーム六甲学院の18番湯浅、六甲学院中学校出身の3年生でが務めます。現在ゲームクロックの調整が行われております。しばらくお待ちください。星稜高校リターナーは87番と8番が入りました。8番は納め、87番は東畑。さあここでボールをジャックルしているが、リターナー87番ボールを確保先としましたが、弾きまして自陣10ヤード付近で外へ出ました。この位置でのこう、星稜高校の攻撃という形に変わります。星稜高校自陣11ヤードからのファーストダウン10。ここでホイッスル。審判団状況の再確認をしております。ここで守備側に反則があった模様です。先ほどのキックオフでボールが外へ出た際の判定がリターナーによって押し出されたのではなく、キックオフのボールが外へ出たという判断だったと思われます。
キックオフのボールは外へ出してはいけないという反則があります。先ほどのキックオフはまずリターナーが触れた際に、この触れた時にリターナーが足を外に出していた場合は、そのボールは外へ出たという形で判定されます。これが故意に外へ出したものなのかどうかというところでしょうか。現在その点においての協議が行われております。反則そのものはキックオフ5ヤード下がって蹴り直す形をリターンチームは選択しております。結果的には合同チーム自陣30ヤードからのキックオフやり直しという形になります。ここで審判団の判断で一旦ウォーターブレイクが入っております。非常に微妙な判定であったため、両チームのコーチ陣そして選手そのものにその状況を説明する時間となりました。現在私の方は状況はまだ完全には把握できておりません。誠に申し訳ありませんが、そのプレー再開の状況で判断をご紹介したいと思います。最終的な判定が出ました。先ほどのプレー、アウトオブバンキックオフのアウトオブバーンズという判定にはなりませんでした。最初審判団はそのボールを触れた段階で選手が外に出た位置でボールを触れたと判断したようですが、実際には中にいた時点でボールが触れ、その触れた選手がボールを外に漏らしたという形になりました。結果的にこれはリターンとして成立します。出た位置がリターン地点となりまして、結果的にはリターン成立。星稜高校自陣11ヤードから攻撃開始という形になります。星稜高校自陣11ヤードからファーストアンテ。さあまずランプレーから入るわ。これはセカンドへ放投でナイスラン。攻撃権更新です。ファースター。若干その状況に空気のよどみがありました。その隙を突くように中央へのランプレーを投入した星稜高校。
キャリア8番、相手タックルをすり抜けてセカンドエフォートで攻撃権更新としています。現在負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが入っております。試合再開です。星稜高校ファーストダウン10、ボールオンは自陣21ヤード。さあ再びランプレーです。右オフタックル付近を必要につきましてキャリア1番、これも効果的に約3、4ヤードのゲインとしています。キャリア8番は納め、清新中学校出身の2年生です。星稜高校自陣25ヤードからセカンドダウン6。パス不成功。ここはパスプレーで突破を図りました星稜高校。ターゲットは5番でしたが、これはパスタイミング合わずパス不成功となっています。ダウン1つ失ってサードダウンに変わります。星稜高校サードダウン6。パス不成功。ここでクォーターバック35番、右に展開したレシーバーへパスを投じましたが、これは合同チーム見事にパスカバーしパス不成功となっています。星稜高校フォースダウンに変わります。星稜高校フォースダウン6、パントフォーメーション。合同チームリターンに入った。さあスピードに寄っていく、ナイスリターン。この厳しい状況パントリターナー果敢にリターン、スピードに寄って右オープンを疾走。相手陣33ヤード付近までリターンしまして、この位置での攻撃を確保しています。攻撃権は合同チームに変わります。勇敢なリターンを行いましたが、合同チームのリターナー4番有本、クラク園中学校出身の1年生です。合同チーム相手陣33ヤードからファーストダウン10。パス不成功。ここで中央に走り込んだワイドレシーバー28番にパスを投じましたが、タイミング合わずパス不成功となっています。星稜高校失礼しました、合同チームセカンドダウンに変わります。合同チーム相手陣33ヤードからセカンドダウン10。パス不成功。
ここでしかしイエローフラッグ、反則が発生しています。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、ボールが宙に浮いている間に相手選手に接触して妨害をしたという反則です。前パスが浮いている間、双方ともに相手選手に接触妨害をしてはいけません。それを故意に行った場合はパスインターフェアとなり、反則発生地点まで前進、あるいは15ヤードの罰退を受けます。今回は反則発生した地点まで前進を許し、その位置で相手チーム攻撃権ファーストダウンとなります。従いましてボードチーム、ファーストダウン10、ボールオン相手陣20ヤード。パス不成功。クォーターバックプレッシャーを受けましたが、しかし手前にいるバックスにめがけてパスを投げ捨てる形に成功しました。この時ターゲットがいなければパスインターフェアランス、インテンショナルグランディング、不正な前パスとして反則を取られる可能性がありますが、ここは非常に好判断で結果的に前パス失敗という形でこのプレー終了しております。結果的にロスはありません。元の地点に戻されセカンドダウンに変わります。ボードチーム、セカンドダウン10。ファンブルカバー、ターンオーバー。ここで合同チーム、スナップの際にミスが発生しました。点々としたボールを抑え確保しようとしましたが、それを抑えたのは星稜高校57番、ファンブルリカバーにより攻守交代です。ターンオーバー。見事ボールを奪い取ることに成功しましたのは星稜高校57番の大野。長谷谷中学校出身の2回生、失礼しました、2年生、チームキャプテンです。ここでウォーターブレイクが入っております。試合再開です。攻守変わりまして星稜高校自陣28ヤードからファーストダウン10。さあ、まずランプレーを投入しました。キャリア8番、ハンドオフを受けまして右オフタックルをかけ上がりまして約4ヤードのゲイン。キャリア8番は納め、清新中学校出身の2年生です。
星稜高校自陣33ヤードからセカンドダウン9、セカンドダウン6。さあ再びランペー、しかしここは三木高校21番が切れ上がりまして、このランプレーを約3ヤードで阻止しております。効果的なランを続けて、重ねておりますのはランニング枠8番の納め、清新中学校出身の2年生です。星稜高校サーダウン3、パス不成功。ここでクォーターバック35番下がりまして、パスロングパス投じんとしましたが、ここは合同チームプレッシャーかけましてパス不成功としました。ダウン1つ失ってフォースダウンに変わります。星稜高校フォースダウン3、パントフォーメーションを選択。さあ返していくぞ、ナイスリターン。リターナー4番、ボールをジャックルしましたが自らリカバー、そしてプレッシャー殺到する中右オープンをスピードで疾走、相手陣29ヤード地点まで大きく返しまして攻撃権獲得です。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入っています。見事なリターンを見せましたのは合同チーム市立西宮高等学校の4番、有本クラク園中学校出身の1年生です。ここでウォーターブレイクが入る模様です。先ほどのタイムアウトはどちらかのチームが取ったタイムアウトかもしれません。後ほど確認させていただきます。さあウォーターブレイク解けまして試合再開となります。見事な有本のリターンで好位置を得まして合同チーム相手陣29ヤードからの攻撃になります。Oh!
合同チーム相手陣29ヤードからファーストダウン10。さあここでクォーターバック1番プレーアクションから左に流れてパスを投じようとしましたが、それを見計らいまして星稜高校57番殺到して9秒スタークパスを投じる前に仕留めました。約11ヤードのロストになっています。見事9秒スタークしましたのは星稜高校57番の大野、長谷谷中学校出身の2回生チェインキャプテンです。合同チームセカンドダウン21。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しています。ディレイオブザゲーム、オフェンスの反則です。制限時間内にプレーを始められませんでした。オフェンスチームには制限時間があります。この時間内にプレーをしないと5ヤード抜体となります。従いまして合同チームセカンドダウン26で試合再開です。不成功。クォーターバック1番プレーアクションから右にスプリントアウト、そしてワイドレシーバー13番にパスを投じましたが13番キャッチミス、パス不成功でサードダウンに変わります。合同チーム3ダウンロング、攻撃権更新、必要距離は26ヤード。パス不成功。ここでクォーターバック1番がロングパスを敢行しました。レシーバーと DB のその競争によってその突破を図らんとしましたが、結果的にカバーされておりパス不成功となっています。合同チームフォースダウンに変わります。合同チームフォースダウンロング、パントフォーメーションを選択します。ここはどうなるのだ。これを星稜高校果敢にリターン試みましたが、その時にボールをファンブル、かろうじて自ら抑えてはおります。攻撃権は星稜高校に変わりまして、星稜高校自陣33ヤード付近からの攻撃と変わります。星稜高校自陣33ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック35番、中央に切れ込んだワイドレシーバー22番にパスを通しまして約6ヤードのゲイン。パスを投じましたクォーターバック35番は小山、大塚大中学校出身の1年生取りました。ワイドレシーバー22番は浅葉、清新中学校出身の2年生です。
星稜高校セカンドダウン4。再びパスプレーで突破を図りました星稜高校。しかしそれを取ったのは合同チーム28番、インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー。見事攻撃権を奪うことに成功しましたのは合同チーム28番のプレイヤー、六甲学院の三山、六甲学院中学校出身の2年生チームキャプテンです。現在フィールド上負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが取られています。さあ試合再開となります。合同チーム相手陣31ヤードからファーストダウン10。さあ中央へのランプレー、何枠にハンドオフしキャリア22番中央突破を確保しました。ゲインは約3ヤード。キャリア22番は六甲学院の松尾、六甲学院中学校出身の1年生です。合同チーム相手陣28ヤードからセカンドダウン7。不成功。クォーターバック1番、ここでプレイアクションパス、ランプレーをフェイクしターゲット21番にパスを投じましたが21番キャッチミス、パス不成功でサードダウンに変わります。ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが取られています。合同チームサードダウン7。さあここでランプレーを投入、キャリア0番ハンドオフを受けて左オープンを疾走、見事攻撃権更新です。合同チームファースター、この状況を見事突破しました。ランニング枠0番は県立三木高等学校の古谷、横浜中学校出身の1年生です。
ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、星稜高校0点、三高合同チーム7点、合同チームがワンタッチダウンリードした状態で最終クォーター第4クォーターに移ります。